学生時代からの友人から珍しく電話があってね、二月ばかり一人暮らしをするからお前遊びに来ないかって言うんですよ。それ面白いねって聞いたら、彼が言うにはね、横浜の方に新しいビルができて、でそのフロアのいくつかを彼がデザインしてるんですね。で2ヶ月間、まあ、現場に付き合うわけなんですがね、家からそう通えないわけじゃないんですよ。でもなんとなくね、朝早く出るの面倒だし、でその時ね、なんとなくふと思ったって言うんですよね。それはあの学生の頃のような一人暮らしをしてみようかなと、で仲間呼んでみようかなと思った。あ、それ面白そうだなって言ったらね、引っ越し手伝いに来いって言うんですよ。でいつならいいって言うから、まあ日数いくつか言って、で他の仲間が呼ぶからいいことだったんですね。でその引っ越しの日といってもね、さほどの荷物があるわけじゃないんですよね。まあ、あの製図板とその台ですね、別に製図は書かないんだ、そこへあの図面だけ置いとくんですよね。とその製図を入れるこの筒がそう大きな、ちょっとテーブルとかね、まあ冷蔵庫ぐらいなもんですよ、あと布団で。まあ行ったそのアパートなんですがね、これ見て感動したんですよ。懐かしい昔風のね、あの木造モルタルのあのアパートなんですよ。でずらっと外にドアがある、これ開けて入るんです。要するにあのアパートというか、あの長屋風な作りなんですよね。よくあったねこれがって言ったら、いや探したんだよって言うんです。横浜より2駅か3駅東京寄りなんですよね。で入ってみた、これがまた実に雰囲気なんですよ。でみんなでもってね、まあ荷物あちこち置いたわけだ。はいこれね製図板このところ、はいこれ机ね、テーブル置いて、出来上がってみたら、その彼がね学生時代に住んでいたアパートとよく似てるんですよ。お前あの頃みたいだねって話になってね、結構みんなそこ泊まり行ってましたからね、俺よくここ泊まったよって寝たよと言ってるんですよ向こうで。俺もって言ってるんですよ。あここなんだか盛り上がっちゃった。男4人でもってワイワイ盛り上がってね、で誰かがおい銭湯ないか、よく言ったんです銭湯行ってみようか、探しに行った。あるんですよ、だいぶモダンになってんですがね、おい銭湯あるねー楽しいなって言ったら、一人がだったら神社あるんじゃないかって言うんですよ。行ったな神社もなーって言ったの、あったんですよ神社が。こうなるともう嬉しい、なんだかみんなそのまんま昔戻っちゃったの。どうする飲み行こうかって言ったら、誰かが普通はそうじゃないだろう、あの部屋で飲んだろうって言うから、そうだなーって言うんで、お酒買ってね部屋行って、でテーブルで持って4人がそれ囲んで、ああだこうだ昔話しながら飲んでた。これ結構面白いですよ。そうこうするうちにいい時間になったんで、あ帰るよって私言ったらね、もう泊まっていかないのとか、泊まっていかないの、泊まっていけよとか、お前ね言っとくけど俺芸能人だよ、ね、それに執行して出しといて泊まっていけって、俺そんな暇じゃないんだからって、みんなははって笑ったんで、でまたそのうち来るよ、で私はあのそこ後にした。で二人の友人はそこ泊まったわけですよね。そんなことがあって日が過ぎて、しばらくしたらばその泊まった二人のうちの一人が私と偶然会ったんですよ。ところが彼がね、おいあいつのあのアパートな、あれおかしいぞって言うんですよ。え何かあったって聞いたらね、ほら引っ越したあの人は俺泊まったろって、翌朝自分は出かけるのが遅かったんでそのまま寝てて構わないから、で鍵はこれ置いといてくれって言われたんで、ああ分かったって言ってた。朝二人が出ていく、自分寝てたわけですよね。前の人飲んでますから結構起きるの面倒なんだ、行ってらっしゃい言おうかなと思ったけど、まあいいかと寝ちゃったと。しばらくしてねドアが開いたって言うんですよ。であいつが入ってきたんだよ。でぐる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 部屋の中回って歩いてるんだ。ああ忘れもしたんだなと思ってるうちにね、俺のさあの頭の先でもって座り込んだんだよ。でタバコ吸ってるみたいなんだ。で立ち上がったみたいなんでね、さすがに悪いから行ってらっしゃい行ってやろうかなと思って、俺起きたらさ姿がないんだよ。ですぐに玄関口行ってドアポンと開けてな、あたり見たんだけど誰もいないんだ、おかしいんだよ。でまあその日言われた場所に鍵を置いてさ
で一応電話かけたんだ、鍵置いといたぞ。でお前なんか取り来たかって聞いたらば、いや出た気に戻ってないって言うんだよな。おかしいよなって言った。私もうんそうかって聞いてた。まあ、そんなことがあってからまた日が過ぎたんですよ。そしたら泊まったうちのまたもう一人別の彼なんですが、この彼がね私のとこ来て、おいあいつのとこなんか変だぞって言うんですよ。なんでって聞いたら、彼は 2,3 回泊まってるんですね。実はなその朝あれゆっくりだったんで寝てたんだよ。そらあいつが仕事行ったわけだ。起きて行ってらっしゃい言おうかと思ったんだけど面倒だからさ寝てたんだよ。しばらくしたらねドアが開いてさ、あいつ帰ってくるんだよ。で部屋の中ぐる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 回ってるんだ。なんだ忘れ物してんのかなと思ったんだけど面倒だから黙ってた。そしたらそのうち俺のさ枕元で座るんだよ。ああタバコでも吸ってるんだなと思ったんだ。でもさすがに寝てんの悪いからねなんか言ってやろうと思って起きたらさ誰もいないんだよ。いや確かにいたんだぜ。おかしいんだよって言った。同じ話をするんだ。で彼に言ったんだ。いやあいつもこんなこと言ってたよって言ったら、えーって彼言ったんだ。でお前それあのアパートの主には言わなかったろうなって言ったら、あ言ってないとか、いや言わない方がいいよ、あいつ結構臆病だからやめとこうという話になった。そんなことがあってまた日が過ぎたんですよ。それでたまたまね4人がこう会う機会があった。でなんとなくこう飲んでたという社員に一人がね、俺最近なこんなことがあったんだよって言ったんだ。ともう一人がね、あお前そんなあった？いや俺も実はねこういうことがあってね、って言ったと、そのアパートの部屋の主ですよね、その彼が、あるんだ、あやっぱりあるんだ、いや実は俺もあるんだよって言ったんで、何があった？いやでもね実は俺のアパートなんだけどね、朝寝てたらさドア開くんだよ。誰か入ってきてぐるぐる部屋の中回って歩いてんだ。誰が来たのかなと思ったんだけどな、そのうち枕元に座り込んだもんだからさ、俺さすがに気になって目開いたら誰もいないんだよって言ったんで、よさいにこの一人がね、あのな俺たちが今話した話な、お前の部屋だよって言ったんですよ。とか本人が、え本当？やめてよ本当にそれ、うわー勘弁してよ俺帰れないよって言いながら、稲川見に来てくんないかって言ったんですよ。こっちも好奇心がありますからね行ってみたんだ。アパートの前へ来てあれと思ったのが、それは時間も違うし、まあ、陽気も違うわけなんですが、なんか違って見えたのは妙にジメーとした感じで暗いんですよ。なんかこんな陰気な感じしたかなと思ってね、ドアを開けて覗いた。あらと思った。なんかもっと前明るかったんですがね、妙に暗いんですよ。空気がよどんでいてね、ジメーっとしてるんだ。おいおいこんな感じだったかいって聞いたら、あーって言うんですがね、どうも私には違って見える。部屋のあちこち見たんですが、別に変わった様子はないんですがね、なんだか違う、何かが違う。そのうちにハッと気がついた。洋服ダンスがあるんですよ。で友達に、おい洋服ダンスなんかあったっけ、俺運んだ覚えないぞって言ったら、いや初めからあったって。何言ったら、いやいやこの部屋に初めからあったって。おかしいね、どういうことって聞いたら、不動産屋のおかみさんがその洋服ダンスがあるから使っててくれって言われた。そら変だろ、普通引っ越すときは何でもみんな持っていくだろう。洋服ダンス置いてあって勝手に使ってくれってのはそれ変な話だぞって言った。洋服ダンスの中見たんですかね、別段変わった様子ないんですよ。でその洋服ダンスに向かってちょうど正面立った状況で、そのまま私に後ろに下がってみた、壁にぶつかるまで。で見るとね、洋服ダンスの後ろ壁があるんですが、そこに山のようなものが見えたんですよ。敷居のような感じですよね。あれおい洋服ダンスの後ろな、なんかあるぞこれ、ただの壁じゃないよ
って言ったら3人がえーって来たんですよ。で3人がこう見て、あ本当だ、あれ違う、なんかあるよ、じゃあ俺どかしてみようかって話になって、4人で洋服ダンスをずーっとこうずらしてあげた。とろよーって思った。洋服ダンスをずらしたらその後ろに押し入れたか何度があるんですよ。ちょうどあの襖の戸ね、あれ1枚分なんだ。取っ手があって前グーンと引くやつ。なんでこんなもんがあるんだおい。確かに向こうには大きい押し入れあるんですがね、なんでこんなもんがあるんだろう。普通大体なんで押し入れの前に洋服ダンスは置かない。おいこれ気味悪いな。言ってるとね、なんとか知らないけど急に部屋の中暗くなってきた。空気が冷えてくるんですよ。ヒャーンと。これ寒くないかって。寒いな、冷えてくるよなと。ああ冷えてくるよなってみんな言った。だん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 みんな真面目になってきちゃった。どうも普通じゃないんですよ様子が。でその押し入れたか何度なんですがね、戸は閉まってるんですよ。でもその縁からかすかにフィーッと、これ冷えた空気が吹き立つような、そんな感じがしたんですよ。タピーンと張ってんの、空気が張ってるわけだ。指でついたらパーンと割れそうなぐらいな感じ。さすがに怖くなってきた。え、おいなんか違うぞこれ、なんだよ言ってた。どう一人がね、開けてみようかって言っちゃったの。誰も止めなかった。彼がその戸の取っ手をクッと掴んでね、手前クンと引いたんだ。にーって開いたん。と、なんか、もやみたいなのが一瞬、ふーっと吹いたんですが、途端に、うわーって、こういった悲鳴上げてね、後ろで飛んだんですよ。で、壁にゴーンと頭ぶつけて、ストーン畳に落っこって、風間って指差しておるんだ。その押し入れの中なんかを指差して。で、三人が、ええと思って乗れたんだ。洋服ダンスをどかしてる。それで、戸を開けてるもんですからね、影になってて、中暗いんですよ。真っ暗だ。なんか2段になってるんですよ。押し入れのようなんですがね、その2段になってる真っ暗な上の段の隅に子供がしゃがんでこっちじーっと見てるんですよ。もうみんな何も言えない。ガタ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 震えちゃってるし、そのまま凍りついちゃった。少しの時間が経ったんですよね。ふっと我に返った。見るとそれ人形なんですよ。初めは子供ぐらいの大きさに見えたんですがね、もっとずっとちっちゃい人形。それも売ってる人形ではなくて手作りの人形なんですね。子供と同じような柄のやっぱり服を着てるんですよ。これなんだい。締め切った押し入れの中に人形が一つ。なんでこんなもん置いてあるんだろう。でなんでその前に洋服ダンスがあったんだろうと思って。で、これ聞いてみようかって話になった。ここを紹介してくれた不動産屋行って、おかみさんに聞いてみようかって話になったんで、そうしようか。で、人形を持って行ったんですよ。駅の近くなんですがね。ふっと覗いたら、おかみさんいるんですよ。で、友達がね、こんにちはって入ってったら、あーどうもいらっしゃいって言って、で、我々もゾロゾロって入ってってね。実はですね、部屋を掃除して洋服ダンスをどかしたら、その後ろにね、あの押し入れたかなんかがあったん で、その中も開けて掃除しようと思ったら人形があったんですよ。これ前に住んでいた人のもんじゃないですかね。でもおかみさんが、あーそれ覚えてますよ、あの部屋ね、以前に洋裁学校へ通っているお嬢さんが住んでましてね、学校の課題でもって洋服を作って、その余りの布でもってね、人形を作って、あの恐れでもってね、抱いて歩いてましたよって言ったんで、ああそうですか。でそのお嬢さんどうしましたって聞いたら、それがね、あのお母さんも見えになって、体の具合が悪いんでしばらく実家に戻るんですが、時期帰ってくるんで部屋はそのままにしといてくださいって言われたんですがね、三月落としたらお母さんお一人と見えになって、部屋がいらなくなりましたって言うんですよ。で洋服ダンスはそのまま使っててくださいって言われましてね。あ、そうですか。で、どちらよ、そのお家分かりますかねって言ったら、いや、分かりますって言うんでね。じゃあ、すいませんが、この人形を送ってやっていただけますかって言ったら、あ、構いませんよ。おかみさんが受け取ってくれた。
不動産屋を出て4人で歩きながらね、私が、なあ、あの押し入れの中にいたあの人形なんだけどさ、おそらく様子からしてそのお嬢さんって人はおそらく亡くなってんな。それで自分の作った人形が気になってあの部屋やってきちゃぐる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 探し回っているのかなって私が言ったらね、3人が3人とも、いや稲川、俺違うと思うよ、部屋の中ぐるぐる回ってたもんな、あれ人形だと思うよって言ったんですよね。芸能界の大先輩で、仮にゼイさんとしておきましょうかね。この方も若い頃はですね、かなりこのイケイケって言うんでしょうかね、腕っぷしは強いんですよ。結果やっぱり怖い人なんだ。周りは結構ね、そういう意味で言うならば、なんていうんですかね、こう一歩引いてしまうというか、そういう方なんですが、まあ今はね、お年になられてだいぶ穏やかで、人間的にも丸みをお持ちになってらっしゃる、そういう方なんですが、この人の体験なんですよね。それはもう、まあだいぶ前のことになるんですが、大阪の、これは歴史のある有名な劇場ですよ、ここに出演してたんですね。まあ、舞台の場合というと大体一月ぐらいになるわけなんですが、でまあ大阪での生活になる、ホテルとその劇場行ったり来たりなんですがね。で公演が終わりますとね、その日、まあ、ごひいきがいるわけですよ。それから講演者の方々、そういう方がね、席を作って待ってくれてるんですよね。ですからまあその日舞台が終わるとすぐに着替えて、まあ、そっちへ行くわけだ。皆さんが待ってらっしゃる。でそこでまあ宴会が始まるわけですよね。でまあそんなことが何回もあった。そんなある日なんですが、この日、まあ、舞台が終わった、講演者の方々がもうその料亭の方で待ってらっしゃるんで、でもう急いで支度をして慌てて飛び出したわけだ。で場所行ってみんな待ってるもんですから、遅れましたすいませんって、さあさあじゃあ行きましょうで宴会が始まった。そうこうしてまあ明日もあるもんですから、じゃあ今日はこれでお開きで、いやどうもごちそうでした、はいじゃあ頑張ってくださいと言うんで、ジェイさん料亭から出てきた。タクシーを拾って帰ろうとしてふっといけない、忘れ物に気がついた。台本なんですよ、楽屋に置いてきちゃったらしい。というのも、これは毎朝のこのジェイさんの習慣なんですがね、朝起きてこれからまあ劇場行こうって時に台本広げてこう一応目を通すんですよ。セリフはもちろんみんな入ってますよ、入ってはいるし相手役も分かってますが、一応その日自分のやることをもう一回おさらいをして気分を作っていくわけだ。これがもう習慣になってるんで、いけないな、どうしようかなと思ったんだけど、やっぱり取り行こうと思って、で運転手さんに言って劇場をつけてもらった。裏口へ行くと小さな明かりがついて警備の方がいるんで、すいませんって、ああどうしました、いやね台本ね楽屋に忘れちゃったんで、いいですかって、ああどうぞ行きましょうか一緒にって、いやいや大丈夫、人に慣れてるからと言って入ってったわけだ。大きな劇場というのはね、それはもうもちろん舞台も大きいし客席も相当大きいわけですが、その舞台や客席に邪魔にならないように通路ができたんですよ、周りに。楽屋というのはだから非常に混み入ってるんですよね。階段を上がったり下がったりね、ぐるっと回り込んだりするわけだ。もちろん外の音が漏れないようになってますからね。その楽屋あたりっていうのは窓がないんですよね、暗い中。普段でしたらもう昼間ね、たくさんの方が行ったり来たりしてるとこなんだ、賑やかなとこですけど、それはもう夜ですから誰もいない、シーン、小さな彼がポツンポツンとついてる。そこコン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 上がったり下がったりしてやってきた。もうあと半分も行きゃ楽屋着くというその時に、ふっ突然明かりが消えちゃった。真っ暗ね、みんなが、窓がないですから何にも見えない、音が入らないように厚い壁ができてるわけですからね。俺弱っちゃったなと。
ほとんど半ばあたりまで来てますからね。でもどれよりこれはもう手探りと思って行った方が早いなと思った。一応いつも歩いてるとこですから大体のことがわかる。ただこの楽屋の周辺ってのはいろんなものが置いてあるんだ。でまあ気を使いながらこうゆっくりゆっくり進んでった。闇の中まさに手探りだ。ずっと進んでいく。まあ普通の人だからできませんがね、この方やっぱり根性ありますから、行ったけどシーンとしてる闇の中、自分の息遣いと靴の音だけ、手探りでだん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 進んでった。どっかずっ、足が何かにはまっちゃった。あれと思った。どっかずっ、あら、もう一方の足も何かにはまっちゃった。引き上げようとするんですがね、これが抜けない。なんだろう、抜けないなと思った。その時に全くの闇の中歩いてますからね、神経が非常に敏感になってるんですよ。抜けないんじゃないんだ、足に何か絡みついてる。なんだろうかと思って、上げようとして、これ踏み抜いたんじゃねえ、違う、絡みついてるんじゃない。両方の足首をぐーっと握られてるのに気がついた。うわ、握られてる、足を掴まれてるんだ。うわーと、さすがにこれは怖い。真っ暗な通路ですよ。シーンと静まり返ったのか、自分の両足くーっと掴まれてるんだ。うわーと、遠くらい奥の方からかすかな物音ですよ。奥には誰もいないはずなんだ。一体何の音なんだろう。機械でもないんですがね、だん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 と暗い通路をこっちへ来る。それが真っ暗な闇の中ですから見えないんだ。だん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 大きくなった。なんだおい、なんか来るなと思った。両足は掴まれて動けないし、闇の向こうからだん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 それが近づいてくる。ぐーっと来た。その瞬間ジェイさん、いけねえこれやられると思ったんですよね。どん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 やってくる。体動けない、全身から冷えた汗がふわーっと来ました。さすがにこれは怖い。ふわーっとダメだと思った。その時にチカッ、懐中電灯の光が走って、ジェイさん誰ですか、声がした。おい、返事をした。明かりがだんだん近づいてくる。カンコンカンコンカンコン、靴を立てました。途端にフーッと消えたんですよね。すいません、今ちょっと電気入れちゃって。あー、で懐中電灯が自分を照らした。でその懐中電灯からってフッ、足元を照らしたらば、そこには何にもなかったってんですよ。さすがに怖いんですが、じゃあこれ貸してもらえますか。明かりを借りて楽屋行ってね、台本を持って帰ってきたんですよ。さすがなもんですがね。でこのジェイさんが私に言ったんですよ。じゅんちゃん、あそこにはいるね。近畿地方の南部にいわくつきの家があるというのを聞いて、大阪に住んでいる私の友人がね、暇を見て探しに行ってくれた。それは明日が休みというその前の日、仕事が終わったんで自分の車を運転して出かけたわけだ。そうしてやってくると、そのうちにフロントウィンドウに雨粒が落ちてきた。あらと思ってるうちに、辺りがだん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 とうっすらと暗くなってくるのを感じた。なんだか暗くなってきたなと思ってると、空の一角でチカッ、稲光が光って、やがてコ
台が整えた。ああこれ降ってくるなと思いながら、はあ、車走らせてる。雨がだん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 と強くなってきた。辺りもだん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 と暗くなる。やがてそのうちにザーッと降り出した。ああ本降りになっちゃったなと思った。2匹ワイパーがフロントウィンドウを往復している。雨が窓ガラスを伝ってふー流れ落ちていく。いやこれもう入ったなと思いながら、そのままずっと運転してると時折チカー青白い閃光が走ってゴー雷鳴が届く。もうあたりはだいぶ暗い。走行するうちにやっと目的地へ着いたんですが、その頃になるともうすでにあたりは夜の闇に包まれてる。相変わらず雨はザーッと降ってる。ああこれやっちゃったなと思った。というのも簡単に考えてたもんですからね、宿を取ってないんですよね。この辺りホテルとか旅館といったような建物が全く見当たらない。だいたい家もあまりないんですよね。自分では簡単にやってきて、まあ、その曰く付きの家を見つけてそのまま帰ってもいいし、遅い時間になったら車の中で仮眠を取って帰ろうかなと、まあ、そんなぐらいに思ってましたからね。でもこの雨じゃそういうわけにもいかない。で仕方なく雨の中あちこち当たって、やっとのこと小さなホテルを見つけたんですね。行ってみるとそこの主人が出てきて、いらっしゃいませ、あのちょっとですね、ただいまこのホテルは春のシーズンに向けまして各部屋改装中なんです。なもんですからね、まあ泊まれる部屋、まあ、一つあるにはあるんですけどね、またそれ改装前の部屋なんですよって言ったんで、いやもう自分構いませんよ、予約なしでもって飛び込みなんですから泊まれればいいんで、じゃあその部屋で泊めてもらえますかっていう話になった。このホテルというのが古いモダンな作りのこれアパートなんですがね、それを改装してホテルにしたもんなんですね。ですから2階建てなんです。で各部屋ごとに玄関口がある。で私の友人なんですが、彼は2階の一番端の部屋になったわけだ。鍵を受け取って階段上がってった。小さな明かりがついている廊下をトン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 と行って、確かにあのよく言う一般のホテルというよりは通路が狭い。ああやっぱりこれ元はアパートだったんだなと思いながらね。で一番端へ行った。ドアに鍵を差し込んでカキッノブを掴んでニー開けた。壁のスイッチをカチンと入れると小さな明かりがついて、ふっと見ると、ああ、確かに古い建物で、モダンではあるんですがね、あちこちも傷みがある。で、まあいいや、泊まるだけだからと思って、入った。と、なんだか、ふーんと、物が焦げたようなきな臭い匂いが鼻をついたんで、なんだろう、これなんか燃やしたのかな。ああ、今各部屋改装中なんでその匂いかなと思った。レースのカーテンのかかった窓の向こうは夜の黒い闇、相変わらず雨がザーッと降って、時折近っと稲光が走るとそのレースのカーテンを通して青白い光がふっと一瞬部屋に差し込んでくる。このまますぐ寝るってのはどうもな。あそうだ、1階にバーを兼ねた喫茶室があるんでちょっと一息入れに行こうと行ってみた。でそこで水割りを飲んだんですがね、泊まり客は自分一人しかいないわけだ。シーンと静まり返ってる。なんだかなあ、ここでもって一人で飲んでもしょうがないしと思って、まあこれを見て引き上げてきた。
で部屋に入って、さあ私は寝るかなと思った。相変わらず窓の外はザーッと雨降った。チカッ閃光が走ってゴロゴロ雷鳴が届いてる。入り口のちっちゃい明かりだけ残してベッドも入り込んで、よし明日じゃあそのいわくつきの家見つけたろってなことをしてること言いながら、あーって盛り込んで、あー目をつぶるとそのまま眠ってしまった。どれほどの時間が経ったのか、なんだ、目が開いた。ベッドの脇の電話が鳴ってる。あ、なんだよこんな若いよ。腕を伸ばして受話器を取って、はいと出るとかすれた声で、お連れ様がお見えになりましたって言ったんで、返事のつもりでもって、はい言うとここちょっと切れちゃった。なんでそのお連れ様って、自分には連れなんかいないし、だいたいここへ泊まってるなんてことは誰も知らないわけだ。おい、間違い電話で起こされちゃった。あんた参ったなぁと思いながら、受話器はーっと思って戻したわけだ。相変わらず窓の外はザーッと雨が降ってる。チカッ稲光が走ってる。さあ寝ようと思って目をつぶるんですが、なかなか今度は眠れない。ザーッと雨の音。雷鳴が聞こえる。そのままじーっとしているとやがて、雨音に混じって何か聞こえてきた。靴音だなと思った。靴音がしてる。その靴音が廊下をこっちへやってくる。なんだろう、こっち来るなと思った。このホテル今日泊まってるの自分だけなんですよね。2階の部屋は全部改装中、人はいないわけだ。いるのは自分だけ。あ、そうだ、今お連れ様って言ったよな。待てよ、これ自分のところへ来るのかなと思った。なんだおい、間違い電話で今度は部屋まで間違えてくるのか、冗談じゃないぞと思った。聞くとはなく聞いてる。案の定自分の部屋の前で止まった。お、止まったってことはノックでもしてくるんだろうと、しょうがない。ベッドの上にうーんと起き上がった。とほとんど同時に、ドアが勝手に開いたんで、あらっと思った。自分はちゃんと鍵をかけたんだ。なんだおいと思ってると、暗い廊下から靴音が部屋の中に入ってきたんで、あらっと思った。入り口の小さな階でもって一瞬ふっと照らされた。それは長いザンバラの髪。俺女だと思った。立ち止まった。向こうは黙ったまんま、こいつはただ呆然とそれを見てるわけだ。なんだこれおかしいぞおいと思ってた。と窓を捨てチカー稲光が走って、青白い光がレースのカーテンを通してフッと差し込んで、その人影をファッと一瞬照らし出した途端に、うわっ、はっ、驚いた。そのザンバラ髪のその女らしいその人物なんですがね、服が焼けたたれてる。そして腕のあたりから手にかけて凄まじい火傷をしてるのがチラッと見えたわけだ。なんだろう、なんだこれ、怖くなってきちゃった。こいつはいけないと思ったんで、布団頭からかぶってね、ベッドにうつ伏せになったわけだ。寝たふりしちゃおうかと思った。
人とかこっちやってくる。来るなと思ってると、自分の脇に立った。すぐ横にいるわけだ。お、君は悪いんですけどね。もうしょうがない。たまたまってネタ打ちしてる。起きてる？女の声がした。うああ、行ってくれよ、頼むよ、行ってくれ。行ってくれ、行ってくれ、もう行ってくれよ、帰ってくれよ。祈ってた。と、気配がぐーっと近づいてくるのが分かった。頭から布団がかぶってるんですが、その布団の向こう、気配がある。耳の近くで。もう寝た？女が聞いてきたね。うわっと。あやく声を上げるところだった。その時、この女、生きてる女じゃねえぞーと思った。途端に凄まじい恐怖を感じた。全身から、冷えた汗が吹き出してくる。どうしよう。ああ、行ってくれ、頼み行ってくれ、帰ってくれ、頼み行ってくれ。布団がふっと持ち上がった。え、それゆっくりとめくられていく。う、布団めくってる。自分は夢中でもって布団を押さえたんですが、スポッてから抜けていっちゃった。うわーと思った。それともダバーンってうつ伏せてると、首筋あたりにふっと一瞬息がかかったんで、おわっ、横を見た。とその時窓から青白い光が一瞬さっと差し込んだ。途端に、悲鳴を上げた。自分の顔の横に、額の少しあたりから顔面にかけて、赤黒く焼けたたれた女の顔があって、青白い光を受けて、自分をじーっと覗き込んでいたっていうんですよね。で、そのまんま、意識を失ってしまったそうです。いわくつきの家、それはどうやらこの小さなホテルのことだったらしい。浜に行くと地元の人たちが数人集まって沖を見つめながら口々に何か言ってる。あれ、何かあったのかなと、それとなくその場にいると聞くともなく沖で行方不明者の捜索が行われているということを知った。そうか、夏は毎年水の犠牲者が出るんだよなと一人つぶやいて、浜をしばらく歩いていくと波に打ち寄せられて漂っているエアマットを見つけた。あれ、あたりには人の姿がない。誰か忘れてったんだろうか。それともどっからか流れていたんだろうか。と想像して、勝手に乗ってしばらく遊ぶと、そのまんま抱えて、合宿所に持って帰った。夕食の時みんなでワイワイ騒いでた。と誰かが、なあ、隣の海水浴場でさ、昼に流れてきたエアマット乗って沖に出てた若い男がな、夕方水死体で見つかったんだってさ。それがな、その死体っていうのが右手に長い髪の毛の束をなしっかり握ってたってんだよ。なんだか気味悪いよなーと言った。その時ふっと、そのヤマトってあのヤマトじゃないだろうなと思った。翌日のお昼を過ぎた頃に仲間の内山くんが、おい、これ借りるぞって言ってエアマットを抱えると浜へ出て行った。で、しばらくして自分も浜へ出てみると、少し沖で、エアマットに腹ばいになって、内山くんが気持ちよさそうに揺られてる。で、おーいって声をかけると向こうも気がついて、こっちに大きく手を振って、で、水をかいて沖の方へ向かってった。自分は浜にビニールを敷いて、そこにゴローンって横になった。夏の潮を浴びながら、目をつぶってうつらうつらとしていた。心地いい海風が吹いてくる。
しばらくしてふっと見分けてみると、もう内山くんの姿はなかった。どうやらだいぶ沖の方へ行ってしまったらしい。でまた自分は横になっていた。時間が過ぎて日もだいぶ傾いて、浜がいくらか涼しくなってきた。人の姿もまばらになったんで、さーてじゃあ引き上げようかなと思って起き上がったんですがね、内山くんの姿が見えない。ああもう合宿所へ帰ったのかな、それともまだ沖の方にいるのかなと思った。合宿所へ帰ると内山くんの姿がなかった。ああまだ帰ってないんだなと思った。そして夕食の時刻になっても彼は戻ってこなかった。食事が済んでみんなでワイ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 騒いでた。そうするうち時間が過ぎて、じゃあもうみんな休もうかなって話になった。そしてみんな眠りについたわけだ。小さな明かりがポツンとついただけ。薄暗い部屋の中、どっからか寝息が聞こえてくる。昼間日焼けしたせいかなんだか体が疲れているんで、自分はいい具合に寝てしまった。網戸を通して時折吹き込んでくる心地いい風がほてった体を撫でていく。とふっとその風が止んだ。それでふっと目が開いた。うっすらした闇の中、あっちやこっちから寝息が聞こえてくる。その時ふっと何か感じた。ん？でふーっと見回すと、部屋の隅の闇の中に誰かが立ってる。誰だろうと思ってふーっと見ると、頭から全身ぐっしょり濡れた内山くんが帰ってきていた。おいって言うと彼が寄ってきて自分の枕元に座ったんで自分も起き上がった。お前今までどこに行ってたんだよ、何してたんだよって言うと、内山くんが、ああ俺は水をかいて沖に向かってたよ。夏の日陰で気持ちよく水の上を進んでたんだと、そのうちにエアマットが流れに乗ってどん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 沖へ流されていくんだ。俺はその上で揺られながら気持ちよーく風に吹かれて身を任せてたんだ。エアマットはだん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 流されていくんだ。海風がこちょーく渡ってくる。そうするうちにどの辺りまで来たのかなと思って気になったんで、ふっと見るともう岸からだいぶ離れていることに気がついた。来すぎたかな。で戻ろうと思ってエアマットの向きを変えた。で俺は水を両手で変えたんだ。ところが進まないのさ。で足をバタつかせたんだ。ところが進まないんだ。俺は両手両足で持って水を変えてバタ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 一生懸命水をかくんだけれども、これが進まないんだよ。流れに乗ってだん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 沖へ流されていくんだ。あれまずいなとちょっと思った。ふっと見るともう陸が遠くに小さく見える。それがだんだんと遠ざかっていくんだ。俺は少し焦ってきたよ。で水をかくんだ。でもどん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 流されていく。そのうちに海面がうねり始めてきた。と見たらどうやらだいぶ沖に出たらしい。こいつはまずいなぁと思って、だん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 うねりが大きくなってきた。と、このエアマットがうねりに乗って、ぐーっと持ち上がるのさ。これでまたカーッと内側に下がっていくんだ。これでまたふーっと上がるんだ。そしてまたぐーっと下がって、右へ行ったり左へ行ったりするんだ。
俺は落ちないようにエアマットにぐっとしがみついたよ。エアマットはうねりに乗ってぐーっと上がってまたぐーっと下がって見えてる。俺はどうにか陸へ戻ろうと思って手足をバタ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 させるんだが、これが全然進まないんだ。そうするうちにふっと気配を感じたんだ。ん？何かがいる。近くに何かいるんだ。俺はうねりに乗りながら辺りをふっと見回してたんだ。でも何にも見えないのさ。でもそいつは確かに自分の近くにいるんだ。それは見えないだけなんだ。ということは、自分のすぐ後ろか、自分が腹ばいになって乗っているこのエアマットの下にいるんじゃないかなと思った瞬間、なんだか妙に怖くなってきた。その時だ、エアマットの下で何かが動いたんだ。うわ、何かがいるんだ。自分が腹ばいになって乗っているこのエアマットの下に何かがいるんだよ。と思った。俺はこの場から離れようと思ったよ。夢中で水をかいたんだ。夢中で水をかいてると、俺の手の指に何か絡みついた。妙な感触がするんだ。俺は手をふっと水から引き上げてみた。と、ん？驚いたよ。俺の手の指に長い黒い髪の毛がびっしりと絡みついてるんだ。海の真ん中でだぜ。と思った。その時俺の目の端にシャッと何か見えた。俺が腹ばいになって乗ってるエアマットの様子見を青紫の指先がぐーっと掴んでるんだ。それが生きている人のもんじゃないってことは一目で分かったよ。俺が腹ばいになって乗っているこのエアマットの下にどうやら死体が張り付いてるらしいんだ。俺の全身からさーっと血の気が引いてった。暑い夏の日を浴びながら俺の体はゾクゾクと冷えていった。どうしよう、振りほどこうと思った。俺は夢中でもって手足をバタ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 させたんだ。いや待った、ぐーっと胸に乗って上がっていく。またぐーっと曖昧に下がっていく。そしてまたぐーっと右へ行ったと思うと、また下へぐーっていくんだ。俺は夢中でもってもがいたよ。バタ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 、がむしゃらに水をかいて暴れたよ。バタ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 やってるうちにグワン、いやマットがひっくり返ったんだ。でズボー、俺が水中に落っこった。慌ててエアマットを掴んだよ。今度は俺がエアマットの下になっちまった。上がろうと思ってぐーっと頭を上げるんだ。ところが上がらない。なおも俺は上へ上がろうと思ってぐっ海面に顔を出そうとするんだけど、これが上がらないんだ。上から押さえられてんのさ。俺はふーっと水中から見上げたよ。とエアマットの足から腐った女の顔が覗いて、白く濁った目が俺をじーっと見たんだ。途端に俺は恐怖でもって声を上げた。その時だ、俺は海水に飲み込んじまった。苦しい、浮き上がらなくちゃ、海面に上がらなくちゃ、とも上がらないんだ。抑えられてる。ダメだ、俺はもう必死だったよ。その時に女の長い髪が水中まで垂れ下がってるのが目に入った。俺は夢中でそれにしがみついた。そして上にどうにか上がろうと思って力任せにその髪の毛をグーッと引いたんだ。とジュブッと音がしてな、女の腐った頭から髪が抜け落ちたんだよ。次の瞬間、女が俺の頭をグッと掴んでグーッと暗い水中に沈めてったんだよ。内山君の唇がかすかに笑った。そして部屋を出てった。
あいつシャワー浴びて着替えてくんだなと思った。そして待っていた。でも彼はなかなか戻ってこなかった。そのうちに自分はいつか知らず眠ってしまった。翌朝起きると彼の姿がない。あれ？もう浜へ出たのかなと思ってみんなに聞くと誰も彼の姿を見ていない。で、昨日夜中に彼が帰ってきてこんな話をしたんだってみんなに聞かせると、誰もがみんな気味悪かった。と一人が、いや T シャツと短パン着替えたんなら多分洗濯のカゴにあるだろうって言って見に行った。で戻ってくると、いや昨日夕食前に洗濯したろ、あれから全く変わってないよ、カゴの中からだもんって言った。え、じゃあいつ濡れたまんまなの格好で一体どこへ行ったんだろう。でみんなと話してると、そこへ合宿所のおばさんが青ざめた顔で入ってきて、ちょっとすいませんけどね、皆さん方の中で昨日から帰ってない方っていますって言った。みんなが自分の方を見たんで、ええ、昨日夜中にね、内山が頭から全身ぐっすり寝て帰ってきたんですけどね、それからまた出かけたっきり戻ってないんですよ。って言うと、おばさんが、すいませんけどね、どなたか私とちょっと付き合っていただけません？警察から連絡がありましてね、若い男の人の水死体が上がったって言うんですよ。それを確かめてほしいって言うんですけど。さすがにみんな驚いた。で、じゃあみんなで行こうかってことになった。おばさんの後について、みんながドロドロと浜を歩いていく。で、やがて前方に、地元の漁師さんの漁船の船着き場が見えてきた。距離がだんだん近づくと、コンクリートの防波堤の上に、何人もの人が集まっている。地元の人や漁師さんや警官の姿があって、その足元にシートをかぶった死体らしいものが横たわってた。少し手前で自分たちが立ち止まると、おばさんがとっとっとっと早足で警官のところへ行って、二言三言と何かを言うと警官がこっちをふっと向いて、手招きしながら、すいません、お願いします。で、みんなが言った。その死体のシート囲むようにみんなが並んだ。行きがかり上自分がふっとしゃがんで、シートの端を掴んだ。みんなが見た。内山くんじゃないことを願って、静かにシートをめくっていった。やがて顔が現れるとみんなが、うん、声上げた。それは内山君だった。これこの人は我々の連れです。と警官に言うと、向こうから年配の漁師さんがやってきて、明け方網にかかって上がったんだけどね、どうやら死んだのは昨日の日のあるうちらしいねって言った。ん？ということは夜中にやってきた、あの内山君は、すでにもうこの世のものではなかったんですね。みんなもさすがにそれには驚いた。と、警官が、ちょっといいですか、気になるんですがね、って言いながら、なおもシートをふーっとめくってった。ここなんですよ、って言って、内山君の死体の手をふっと指さした。見ると彼は手に長い黒い髪の毛の束をぐーっと握りしめていた。この髪の毛なんですけどね、女性の髪の毛ですよね、これ。それも亡くなった人のもののようですね。死ぬ寸前に掴んだようなんですがね、どこで掴んだんでしょうね。
誰の髪の毛なんでしょうね。立派。その時ふーっと昨日の夜中、内山君が話してくれたあの話をふーっと思い出した。そして昨日の昼、彼が山と乗って浮いているあの辺りに何気なく視線を向けたと、そこにはあのエアマットが浮いていて、髪の長い女が腹ばいになって乗っていた。私の友達で元 J リーガーの山田隆弘さんから聞かせてもらった話なんですがね、それは山田さんの知人で、仮に A さんとしておきましょうかね。この方が今から十数年前、学生の時の体験した話なんですがね、大学に入学して、で大学の近くにある比較的学生が多く入居しているというそのマンションに入ったんですね。一月二月経って、まあ一人暮らしも慣れてきた、で街の状況などにも慣れてきた、そんなある日の夕方なんですがね、若い男が一人訪ねてきて、あの二階下の佐野というもんなんですがね、よかったら夕飯食べに行きませんかって言った。全く面識がないんですよね、見ず知らずの人なんですよ。突然やってきて、この人おかしなこと言うなぁと思ったらば、学生なんですね。で、ああそうか、一人で食べる夕飯味気ないし、確かにそうだな、同じマンションに住んでるんで、お近づきの印にということなんだなぁと思ったんで、まあ心よくそれ受けたわけですよ。この A さんは4階にいるんですよね。ということはこの佐野という人は2階なわけだ。訪ねると、ああどうぞ、え、どうぞ上がってください、どうぞこっちですから。部屋に上がっていくとね、テーブルの上にもう夕飯の支度がしてある。で、どうぞあのかけてください、どうぞ。いいか、はい、失礼します。で座るとニコニコ笑いながらね、ご飯をよそって、はいどうぞ渡すんで、それを受け取って待ってた。ところが一向にその佐野という人はね、自分のご飯よそんないんで、あらーと思った。で見てると、あ、やってください、え、やってください。なんだろう、人を食事に呼んどいて自分は食べないのかな、なんで自分は食べないでこっちにばっか進めて、それのもおかしいな、それ食べづらいわけですよ。で向こうは、いやどうぞあの構わずやってください。まあね、断るわけいかないですから、しょうがないから、じゃあえいただきます。食べ始めた。どう、それをこうじーっとこれ見てるんですね。で様子を見届けてから立ち上がってね、あらっと思ってると部屋の隅行って電話かけてる。なんだろう、わざわざ人のところに来て夕飯食べに来ないか、誘っておきながら来たら今度は一人で食べさせておいて自分は電話をしてるのが変わったやつだなと思ってた。こっちをチラッチラッと見てる。で、ええ、今ここにあの来てるんです、いいのがまたチラッとこっち見て、え、連れてきます、連れてきましょうか。でまたこっちチラッチラッと見て、聞くともなくそれが聞こえてくるわけですよね。なんだろう、こっちをチラチラ見ながら、今来てるって自分のことかな、連れていくって一体どこへ連れていくんだろうと思ってると、電話を切ってニコニコしながら戻ってきてね、でテーブルに着くと宗教の話を始めたんですね。ああそうか、そういうことか、なるほどな、どうもおかしいと思った。全く面識ない人間のところで来て夕食食べに来ないかって、そりゃそうだ、こういうことか、宗教の勧誘なんですよね。まあの A さん宗教には興味がないんで、その場はどうにかね、うまい具合に言い逃れをして、ね、帰ってきちゃった。いやもう行くもんじゃないなと思ってた。ところがそれ以来、この2階に住んでいる佐野という学生はね、ちょくちょくやってくる。で、宗教入りませんか、宗教いいですよ、入りませんか、しつ
つこく勧誘に来るわけだ。まあさすがにもう参って、いやーどうしようかな。もうこうなったら仕方がないから大家さんに行ってもらおうと思ってね。で大家さんのところへ行って、2階の佐野さんって人なんですけどね、というと途端に大家さんの顔色が変わったんで、はあ、やっぱり問題のある人なんだな。おそらくあっちこっち行っちゃ宗教の勧誘をして苦情でも来てるんだろうなと思ったんで、ほんなら余計に都合がいいんで、あの人困るんですよね。始終ね、私読者宗教の勧誘するんですよ、というとますます大家さんが青い顔して、ああちょくちょく宗教の勧誘に来るんですか。ええというと、あの2階の部屋なんですけどね、あそこはもう8ヶ月前から空き室なんですよ、と言ったんで、A さんが、ええ、だってあそこ佐野さんいるじゃないですか、と言うと A さんが、佐野さんなんですかね、はじめおとなしい普通の学生さんだったんですけどね、宗教に入ってからね、すっかりのめり込んでしまいましてね、あっちこっち勧誘に回ってるうちに、なんだかだんだん様子もおかしくなってきて、なんだか変なことを言ってるなぁと思ってるうちに、8ヶ月前にね、あの部屋で自殺したんですよ。え？で、今あなたがいる部屋ね、あそこにはその佐野さんと同じ大学通ってるお友達の学生さんがいましてね、この人もその宗教に入ってたんですがね、佐野さんが亡くなって間もなく家を引き払ったんですよ。で今あなたが入ってるわけだ。で言うと、え？じゃあ自分のところへちょくちょく勧誘に来るあの佐野という男は生きてる人間じゃないんだ。すでにもうこの世のもんじゃないんだ。それが自分のところに来てるんだと思った瞬間に、うわーと思った。ということは、あの部屋にいたらまた、あの男は自分のところへ勧誘に来るのかなと思った。異様な怖くなった。ふぅー、どうしようと思ってると、大家さんがつぶやくように、困るんだな、そういう噂が広まるとまた借り手がなくなっちゃうって言ったって言うんですよね。中部地方にある食品卸売会社に勤める若手の社員で、後藤君と太田君という二人が前日得意先の専務が会社に顔を出してその折に上司たちとお酒一杯飲んじゃったんで車を置いて帰ってしまった、まあ、そこで二人が相手の会社までこれ届けに行ったわけだ。さてその帰り、二人が乗っている軽ワゴン車が山の道に差し掛かると、運転していたこの後藤君が、おいこう少し聞くとな、いわくつきの別荘の廃屋があるんだよ。このまま帰ったってさ、着いた頃にはどうせもうみんないないだろうしさ、どうだちょっと寄ってってみないかと言って太田君を誘った。太田君が、何そこ心霊スポットって聞くと、ああそうなんだよ、それがさ、えらくおっかねえとこだって噂でさ、別荘というのは表向きの話でな、実際のところは頭の狂った病院長の一人息子を世間から隔離するために監禁した家だって話だよ。というんで太田君もその手の話は嫌いじゃないですからね。あれそんな話前に誰かから聞いたことあるな、面白そうだな、行ってみようかというんで話がまとまった。そこは市街地を見下ろす山裾の道路、これをしばらく行くと途中枝分かれした道があって緩い上りになってる。そこずっと行くとその先に白地に色あせた文字で北川家私有地と書いたその縦札がパタンと倒れてるわけだ。どうやらここからは私有地らしい。
なおも10メーターほど進んでいくと、錆びついた大きな鉄の門扉に突き当たった。軽ワゴン車が入るのはここまでで。で、二人は降りてね。で、門の脇から中に入ってると。うっそうと茂るその夏草をかき分けながらだんだん進んでいくと、やがて、その草の先、北川病院院長の別荘という廃屋が見えてきた。ほこりをかぶった窓ガラスに、振りかけた夏の日差しが鈍く反射している。聞こえるのはセミの鳴き声ばかりで、他には何にも聞こえてこない。もう長い年月だれ、もう寄りつくものもないまんま、忘れ去られたようにポツンと立ってる。で、二人が入り口を探して、建物の周りをずーっと歩いてると。で、窓やドアを確かめてると、裏口が開いたんで、後藤君が、おい、ここ開くぞ、言うとお宅が来て、え？ノブを掴んでふっと開けると、先に入っていっちゃった。で、後から後藤君が入ってると。なんかもう思ったよりだいぶ暗くなってる。かすかに異臭がツーンと鼻をついた。周りを見ながらだんだんと歩いていくと、突然、太田君が早足になった。歩いてって、トン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 。階段を駆け上がっていくんで、おい、どうした？って言って後藤君追ってった。で、2階に上がるとそこは、窓に鉄格子がはまった部屋で、部屋の真ん中あたりでもって、太田君がこっちに背中を向けて、棒で立ち尽くしてる。ふっと周囲を見ると、壁も天井も床も、燃えた跡が残ってるわけだ。おい、ここだよ。この部屋だよ。頭の狂った病院長の一人息子は、ここに幽閉されてるさ。それで、自分で火を放って焼け死んだって話だぜ。というと太田君が、いや、それは違う。それはでっち上げられた話だよ。死んだ子さ。北川病院院長の一人息子は神経症だった。ノイローゼのことだよ。たまにヒステリーを起こすことあってもな、精神そのものまでは崩壊しちゃいないんだ。それが両親の突然の事故死で鬱になったんだ。愛する両親を一度に失ったら誰だってそうなるだろう。資産家の病院長夫婦が亡くなって、後に残ったのが財産と精神症の一人息子さ。で、これに目をつけた貪欲な親類たちが財産目当てに結託して悪の陰謀を企てたんだ。まず、お嬢ばが息子の後見人になって、彼と関わりある病院の関係者や親しい他人を全部彼の周りから排除したんだよ。そして、うつの治療だということで薬を投与したんだ。息子の精神状態は日に日にバランスを失っていった。となると、この親類たちが北川病院院長の一人息子がおかしくなった、病院の跡継ぎが狂ったってあっちこっちに吹聴してもらったわけだ。そしてこの息子を世間から隔離するという名目で別荘の2階に監禁したわけさ。やがて自分たちが財産の管理を任されるようになると、薬で正体もなく眠っているこの息子の隙をついて部屋に火を放ったわけさ。息子が気がついた時はもう辺りは炎に包まれてる。薬で体の自由は奪われてるし、窓には鉄格子がはまってる。逃げ場がないのさ。息子はもがき苦しんで生きながら焼かれて死んだんだよ。これは残忍な殺しさ。と聞いていた後藤君の顔からみるみる血の気が引いていった。太田君が、どうだ、この話怖いかと言うと、後藤君が、ああ怖いよ。お前なんでそんなに詳しく知ってるんだ。今の話って誰から聞いたんだよ。
言うと太田君が、ああこの話か、この話な、今ここへ来て俺が頭に浮かんだ話をそのまま話したんだよ。俺の作り話さ、そんなに怖かったか。とことくんが、ああ怖いよ、怖いわけは他にもあるんだ。そのお前の今の話な、俺も今ここでもって全く同じことを考えてたんだよ。と言った。太田君が、ああおかしいんだよな、俺がこんな話できるわけないんだ。まるで誰かに喋らせられてるようなそんな気がするんだよ。自分でも気味が悪いやと言って両手で頭を抱えてしゃがみ込んじゃった。とことくんが、おいもうここでよ、この前だとなんだかまずいことになりそうな気がするんだ。と太田くんを促して、なあところで今のお前の話なんだけどさ、その続きがあるんだろうって言った。太田くんがうなずいて、ああ、あるよ。お前が俺に最後はどうなるんだって聞くんだろうって言った。とことくんが、おいよせよ、で最後はどうなるんだって聞いた。と太田くんが、分かってるんだろう、お前がとんでもないもん道場のさ、と言って振り向いた。途端、太田くんの悲鳴が上がった。振り向いた太田くんの顔は無残に焼けただれた別人の顔だった。